いやあのね、またね、これ仇な動画が始まりましたけどね、これね、ここにね、見てください、このお店すごいんですよ。なんとね、カスギ忍者、あの店の名前が忍者というすごいね、もう川崎ゴリゴリのお店なんですけれども、我々はですね、妖怪ませんのでほんまのやばい英単車やっていうのはちょっとなかなかで忍者買いませんのでね、あの店は俺ら用事ないな、ないな、残念ながら川崎値引き少ないしな、悲しいな、ほんとにな、ちょっとな、まあ一応またね、今日はですね、単車探しのですね旅ということで、はい、ちょっと綿講師の愛車のですね、これはサクシードバン、ね、今俺またこれでこう見ながら、フーガのとかなんか言おうと思ってたのに、うんうんうん、サクシードでいきましょうね3.5 リッターじゃないですねこれね、これあれですね、お危ないな、あ落ちた、あの子何なんか落としたうまいな、いいか、俺たちのそのニュー単車をですね、探そうということでね、オートバイヤー巡りをします、いつも の不毛な会話と違ってですね、もう今回はその前向きな建設的なやつですんでね、すごい楽しみですね、楽しみですね、新車ですね、新車ですよ、これ中古じゃないんですよね、中古じゃないですよ、まあ、俺らも結構しかしあれだな、これあれ今日暖かくてよかったねこれ、全然これGSR 探してるわけですけど、和田光さんは、来週から中国に行くわけですね、そう仕入れちゃうね、仕入れじゃない、 GSR の仕入れに行くわけじゃないですね、 GSR の仕入れじゃない、あ、何かなこれ、これは知らない、あーなんかあれですね、颯爽としてかっこいいな、やっぱり本当にやっぱ交通安全をこうね、やっぱりその守ってくれてる、この素晴らしいテクを使ってですね、交通安全を直径で回ってくれてるっていうね、本当に爽やかで頭が下がりますね本当に、でも一人で捕まえて出ないかな、えらいえらい、普通絶対に二人組やのに一人やもんな、ほんまやな、暴漢に襲われるとか、あと思ったらばそのやからを言うやつもあるでしょ、ね、揉めてな、そういう人もな、まあでもなんとか言いながらやっぱり鉄砲を積んでますのでね、最後は拳銃でね、撃ってもいいもんな、だからやっぱすごいね、あれやろ、 100馬力以上のオートバイと、あと拳銃、あと棒も持ってるでしょ、結構強いんじゃないですか、なるほどね、で俺らやったらやな、北海でバーンってどついたらやな、これも傷害罪やけど、バーンどついたかって、それが職務ですよね、いいね、俺らどついた公務執行部、そうや公務をつまりあれや正々堂々とした勝負やなわけや、ま、俺らはやなやめえとかでバーッと走ってもやな、はいスピード違反だとか、はい進路変更違反、向こうはありなんです、これはどうかという感じやな、よう考えたら同じ土俵で戦ってないな、なんか微妙に腹立ってきましたね、これは何ですか、松原の料金所、金金所制度、金金所制度、お金払ったことないあの料金ボックスはほんまに舐めてるよな、あ、言っていいから誰か一遍経営でみようか、一遍あれ漫画やな人間を何やと思った高速道路だよね、無人野菜販売所か、はい、なおよそ 300m、まあそこにね、あそこのボックスにお金がいっぱい入ってるっていう、そういう社会を目指したいですね、あ僕は目指したいな俺またや Google プラスでや、なあ四季さんが見下ろすよこれ、松永男女四季があんなとこ行ってるからや、絶対にこれあれや思ってね、カニ食いに行ってると思う Google プラスでやパッと見たらや、ただの橋立て何やってんねんと、またこれ行ってるわって、ほんならカニ食いに行ったんじゃなくてシーケンサー交換交換の下見、下
てる。ええわけない。あれも飛行機。しかしすごいですね。電波塔が。電波塔。あれ大阪っちゅうのは大阪スカイツリーっちゅうのはないですけれども、うん、なんでないかっちゅう理由はですね、あの生駒山のあれが、大阪スカイツリーなんですね。全部あの山がちょうど A1 にあるんですね。あこからその電波をバン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 飛ばせるので、鉄塔立てんでよかったと思います。結局こういうことなんですね。スカイツリーはまだいらないということですね。建設しているかっていう施設があるんだけど、およそ1キロ先茨城方面、まさにこのアウトバウンドこの直線を使うとですね、あの最高速テストがねできるところなんですここはね。でその最高速テストで、ね、有名なところなんですね。あのなんかこうスピード自慢のやつがですね、240キロ出したったとか言ってるのとかね、ほぼねこことか、ね、間もなく淡路島ですね。茨城方面山陽道も結構行けますね。あ、見て、あれは何ですか？ドカティですね。イタリア製の快調に走ってますね。あれ何キロぐらいで出ますでしょうか？何キロかな？120ぐらい。120出てる。120ぐらいか。これ100キロ。そうか。でも120ぐらいです、ね。およそ4キロ先、左方向、大東鶴見インター。うなりもないですね。余裕プッチンですね。気持ちいいやろな。俺らの買うやつもあれぐらい出ますよね。でも出ます出ます。出てくれないと。俺今日 ST で、まあ、和田光さんのところに来ましたけどね。ずっと全開ですね。全開。みんな車好きちゃうようになったからな、みんな若いやつ。
俺もな最近ほんまに思うわ、うん、車なもう完全にダブついてますよねな、うん、でちょっとあの今元気がないのがあの日産ですね、うん、なんかなって感じやね、うん、日産もなんか元気ないな。日産はあのあれかな、外国で売ってるからええんでしょうね。あ、そう、うん、車も軽自動車ばっかりやな。軽自動車ばっかりやな。まあ俺も次も軽自動車買うけどな。およそ 300m 先、斜め右方向です。日産の、リーフ、リーフ、電気自動車、うん、あの電気自動車のリーフはもう買えへんかって言われて、うん、かなり悩んだんですよ。ええなと一瞬思って。電池っていうかあれやもんな。そう。で、破格ね言うてたから、斜め右方向、俺いろいろそろばん外して、やら、1回は日産がその電池交換してくれるらしい。だから1回は電池がさらんなるらしい。電圧かなんか測って、うん、弱ってたら変えてくれる。うん、まだピンピンやし。で、ガソリン代を考えてな。ガソリン代ただみたいなもんね。おうおう、一回充電したら、で、あの、あのリーフな電気自動車は俺もあの、大東まで乗ったのかな、うん、往復堺から。おうおうおう、むちゃむちゃ速いね。おうおう、もうな、うん、ベタ踏みしたら、うん、なんていうかね、スポーツカー的でこう、押し付けられるぐらい、おうおう、前にものすごいダッシュで、音がせえへんやんか、うん、気色悪いで、シートに座って、うん、はい、座って発車してって言われても何していいか分かれへん。まずそのキーさすところがないやん。あ、そうか。俺なんかその未だにあのキーレスエントリーっていうかそのポケットに入れたら走っちゃうやつあるやん。あれがいまいち不安でな、キーをさして回したやん、こうやんか。電気自動車のリーフに関しては座って、うん、ほんまに何していいか分からへん。ほんでまあスイッチ入れるわけや、うん、そのスイッチもな、スイッチ長押しやな、パソコンと一緒やね。でボーンって言って、今度はチェンジが分からへん、チェンジもなんか、チェンジあんねん。一応はなんかあの同じように B とかドライブとかなってたけど、でもよく考えたらスイッチオンするだけやねんな、あれって。まあ、ただな、それなんでやめたかっていうと、走りに関しては何ら問題ないよ。斜め左方向、冬寒いねんな。その先、左側車線です。異常な寒がりでしょ。で、あのヒーターを、リーフでヒーターつけると、凍えるねん。それなんでかっていうと、ヒーターつけたら、走行可能距離がどん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 減っていくねん。ビビってきて、心の方が落ち着いてる。心が寒くなるから、そつけてられへんねん。走行可能距離がどんどん減るから。でクーラーはね、クーラーに関しては普通の車なんかメジャーなく効く。その熱源がないやん。左方向です。もうめちゃめちゃ冷えますよ、クーラーだけは。でもヒーターはダメ、爆発してるとこがないから。それとあの、ただいまーとか言ってきて、バーンと閉めてそのまま玄関ドン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 って行かれへんな、うん、ただいまーとか言ってきて、線持ってきて、あ、線パッチン、事故多発地点です、ご注意ください。そういうことを考えてな、まあ、もうあと第2世代、第3世代まで待つことにしました。あ、そう、うん、ただの車としての性能はもう非常にいいね、うん、俺はもうあのリーフずっとあのカエル君って呼んでんねんけど、殿様ガエルみたいな感じで、カエルって言ってるんですよね。だからまあしばらくまだこのエブリィはもう乗るわ。まだもん乗るし。そうやね。